皆さんこんにちは。今日はですね、韓国の大根ナムルを作りながら韓国を学ぶ時間です。大根ナムルを韓国語でムーナムルと言います。これは韓国のおかずでパンチャンです。作り方も簡単でヘルシーで味もいいので、よく作って食べるおかずでございます。ムーは大根です。ナムルは野菜の和え物です。まずは大根の皮を剥きます。大根を切ります。私はスライサーの方が楽ちんなので、スライサーで切りました。チェッカロムーをチャルダ、スライサーで大根を切る。チェッカルはスライサー、ローでブー、大根ルをチャルダ、切る。あるいはチェッサルギルハダということもできます。野菜や果物をこんな形で切るのをチェッサルギと言います。チェッサルギは名詞です。ルをハダする。パンに油を敷く。パンに油を敷く。パン、パン、えに、キルム、油、ウルを、トゥルダ、敷く。入れるの意味です。ムール、ドーヨ、大根を入れます。センガンガルは、ソグム、ドーヨ、生姜パウダーと塩を入れます。センガン、生姜、カール、粉、パウダーです。わと、ソーグン、塩、ウルを、ドーヨ、入れます。ポッカーヨ、炒めます。ブル、ドーヨ、お水を入れます。ブル、お水、ウルを、ドーヨ、入れる。トゥッコンを、トッポーヨ、蓋をします。トゥッコン、名詞で蓋です。うを、とっぽよは、とったプラスおよ。とったは、おう。布団などをかけるの意味があります。つるけかるる、どうよ。えごま粉を入れます。もしえごま粉がなかったら入れなくてもいいです。ぽっかよ、炒めます。완성、完成です。続いてクイズのお時間です。これを韓国語で言ってみましょう。はい、ポッカーヨーです。よくできました。次の質問です。はい、水を入れますを韓国語で言ってみましょう。すごいですね。正解、ブールドーヨーです。今回は韓国語が出ます。それを見て何の意味かを分かってみてください。すごいですね。祝の意味でした。次は正解、蓋です。よくできました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。韓国語を最初から学びたいという方はこちらをクリックしてください。基礎韓国語を学ぶことができます。また好きな K-POP で韓国語を学びたいという方は下のコメントに曲の名前を残してください。またチャンネル登録、いいねをお願いします。では次の動画で会いましょう。감사합니다。다음시간에만나요。